ネバーセイネバー考えるキックボクシングを推奨する TKX チャンネルです。ということで今日はですね、久々に、試合のね解説判定をね、したいと思います。で、判定するのは昨日行われましたライズオンアベマのセミファイナル、白鳥大樹選手対、小川翔選手の試合ですねをお話ししたいなと思っています。で、まあこれをね、お話ししようと思ったのは、僕もオンタイムで見ていて、3ラウンドの、ね、判定の時点でコメントに結構ねその判定に関してね、賛否両論あったので動画にしてみました。はい。で、最初に言いますけど、これはあくまでも僕の考えなので、ね、皆さん、こういうね試合は見て僕はこう思った、ね、私はこう思ったっていうのがで楽しむので、ね、まあ、言い訳じゃないですけど、ね、だから僕の、このね一つの見方だとして見てくださいね。はい。結果から言うと僕のね、判定30対29でまあ小川選手だったんじゃないかななんて思っちゃってます。はい。ね、僕の判定です、ね、それは、ね、違うものありますからね、それはね。はい。で、まず1ラウンド目なんですけど、お互いにね、探り合いの中で距離感をね見つけてミドルキックね届くかなーとかね、前蹴りで、ね、距離を外したりとかね、どの辺でパンチが届くかなっていうねところだと思います。で、小川選手の距離でちょっと進んでいたんじゃないかなっていうちょっと気もしますね。なんとなくです、僕の中ではね、うん、まあとは言いながらも、まあここはねお互いに探り合いの中なので、まあそんなに差はないなっていう感じでした。で、2ラウンド目で、小川選手のインローと、右ミドルっていうのがすごいね当たってたんじゃないかなっていう感じですね。ヒット数は多かったと思います。うん。で、一方のシャドウ選手の攻撃は、特にパンチに関してはほとんど防御していて、いいのはもらってないんじゃないかなっていう気がするんですよね。うん。どこでこうね、ジャッジするかっていうのは、まあそのね、ジャッジの、まあ、判断になるんですけども、まあアグレッシブだったりね、クリティカルヒット、クリティカルだったり、まあ、ダメージだったりするんですけども、ダメージ的にも、ヒット数、クリティカルに関しても、小川選手のが、1ラウンドから比べると、目に見えて多かったんじゃないかなと思いますんで、ここは、10対9で小川選手、だと思います。はい。で、3ラウンド目ですね。3ラウンド目。これもね、今日難しいと思うんですけども、3ラウンド目で思ったのは、シャドウ選手の、見せ方のうまさだなっていうのはすごい感じましたね。うん。あとはやはり、長身なので、打ち下ろすパンチの重さ。ね。そして長身なのに、速いパンチの回転力。ね。こういうところがね、際立っていた部分もありますね。ただ、小川選手も単発で、ミドル。ね、相変わらずバッチシ当たったと思いますし、ヒット数から考えてもこのラウンドも小川選手の方が、しっかりと当たっていたような気がします。ただ先ほど言ったように、やはりねパンチの回転力、見せ方ですね、打ち下ろすパンチの、まあ、ダメージの、ね、ガードの上からでもねダメージが大きいっていうところを考えると若干小川選手の10対9だけど10対10のドローっていう感じで、なりました。うん。ということで、僕の判定は30対29小川選手になっちゃいました。なっちゃいましたっておかしいですけど、となりますね。まあ、それはね、あれですけど、本当にこういう風にね、判定をやって楽しむのが、ね、僕ら見てる側のね、楽しみなんで、ね。そういうのを、話しながらね、お酒のつまみにしてこうね、するのがいいじゃないですか。ね。
まあまあ、あんまり僕ね、こういうふうやって言うと、やっぱりキックボクシングの関係者なんでね、まあ、ああ言ってたろうなんてね、思われちゃうかもしんないんですけど、まあまあ、本当に、今は一般ね、ファンと同じ目線で見てるんで、うん。まあ、どっちかというと、やっぱポイント取りっていうところとかね、防御のうまさとか、間合いのうまさとかね、そういうところから見ちゃうと、まあ、小川選手、やはり、すごい、上手だったなっていうか、なんか結構うまくはまったというかね、意外と身長差があるので難しいのかなと思ったんですけど、意外とこの距離感がすごいうまく絶妙だったなっていう、近すぎず遠すぎずっていう、その絶妙なこう、一ラウンド目に多分分かったんでしょうね、この距離感っていうのは。うん。はい。で、延長は、に入って、多分ですけど、まあ、小川選手も、この延長の、3ラウンドの判定を聞いて、あ、これダメだなと、これじゃダメだなっていうのが、まあ、ライズのね、ルール、ライズのジャッジ的なところで、もっとアグレッシブにかけられないなっていうところで、延長に行ったと思うんですよね。で、延長に入ると、まあ、少しね、前に出てプレッシャーかけるのは小川選手。まあ、アグレッシブで言えば、小川選手が、まあ、前に出てるんで、まあね、距離を詰める。まあ、行かなきゃなんない。で、このままだと、今の感じだと難しいなってことね。で、エグリシャート選手はうまく距離を取りながら、パンチを返す。蹴りを返す。っていう展開になり、まあ、スピードですね。回転力、まとめるところで、まあ、小川選手もね、ちょっと前に行って、ちょっとやっぱり、ね、どうしても、ね、今の戦い方、3ラウンド前の戦い方とちょっと変えちゃったんで、前にかけて、そうすると、まあ、ちょっとね、打ち終わりにね、蹴られちゃってとか、なんかされてたりっていうのは多いですよね。一歩入った時に打たれたりとかね。そういうところはちょっとね、多かったのと、あとはやっぱ単発、どうしても単発になってしまったっていうのが、やっぱり見た目の印象がね、良くなかったのかなと。ヒットはするんですけどね。まあ、3ラウンドはやっぱ見た目、まあ、距離感がやっぱり今度は、シャト選手がうまく取りながら、できていた。あとは見せ方ですね。ガードの上からでもしっかりと重いやつをポンポンポンとしか当てれる。うん。ところですね。バランスよく。うん。まあ、延長はもう逆に言うとこうやりやすかったんじゃないかなっていう感じですね。白鳥選手の。まあ、ジャッジとしてもまあ、10対9でいいんじゃないかなと思います。はい。と、いう感じで、でした。うん。まあ、なんだろうな、こう、ジャッジの仕方って結構ね、やっぱり、ジャッジによっても変わりますし、まあ、そのね、大会のコンセプトですね。もしくは、ジャッジのダウンかクリティカル、アグレッシブとかね、そういった、どこをね、どういう順番でね、重きを置いて判定するかっていう部分においても変わってきますんで、うん、そこはね、やっぱり大会によっても変わってきますよね。うん、まあ、ただ、今回のね、試合は本当に、なんていうのかな、こう、防御とか、距離とか、でも防御かな。防御のところに、こう、シフトした戦い方、だったんじゃないかなと。まあ、ムエタイをね、もともと小川選手はね、の選手なんで、やはり、ムエタイは防御。ね、やっぱりこう、ポイントっていうかね、ミドルを打っていくポイント。そういうところがね、すごい、まあ、重きを置いてるんで、そういう部分でね、そう見えてるのかなと思います。はい。あくまでも、僕の判断ですので、皆さんはね、どういう風な感じで判定しましたでしょうか。皆さんの判定、もしね、こんな感じで判定したよっていうのがありましたらね、ぜひね、コメントにね、載せてください。はい。んでね、判定でね、こうだこうだあだって感じでね、話したいですね。はい。ということで、あ、そうで、こういう判定をね、しながらジャッジするで、自分でジャッジするのもね、すごいいい勉強になると思います。ね、客観的に、あ、こういう風にしたらいいなとか、こういう風な見栄えがいいなとか、これは見栄え悪いなとか、うん。っていうのはね、自分の中でもね、こう、うまく、
試合に活かせると思いますんで、ぜひこう自分でもねジャッジしてみるのもねおすすめします。はい、ということで、今日は、こんな感じで終わりたいと思います。またあのね、技術的な、ね、動画もやってきますんで、コメントでねそちらの方もぜひねリクエストがあればよろしくお願いいたします。はい、というわけでまたね次回お会いしましょう。さよなら。